英国議会議事堂1987年、イギリス総選挙は、英国議会の下院議員を選出するため1987年6月11日に行われたイギリスの総選挙である。失業率の低下、経済成長率の高点など、サッチャー首相の構造改革が一定の成果を収め、保守党への支持率が40%以上と高く、議員の任期を1年残している中で、 会員を解散して行われた。イギリス会員事務局のファクチットノー47ジェネラルエレクションリザルツ11 June1987 を引用して作成した。北アイルランドにおける地域政党の得票率については出展資料の関係上合算したものを掲載。与党保守党は労働党に100議席以上の大差をつけて勝利を果たし、 サッチャー首相は3期連続で首相の座に就くこととなった。地域別で見た場合は、構造改革の結果、金融やサービス業など新たな産業で恩恵を、こうむった、中産層が多く住むロンドン県で保守党は優位に立った。一方で、産業空洞化が進み、失業者が急増したスコットランドやウェールズでは議席を減らし、明暗が分かれる結果となった。 労働党は敗北したが、大敗北した、前回の時より議席を増やし、得票率30%台に回復することに、成功した。また、この選挙では、イギリスの議会史上初めて、黒人系議員、ポール・ボーデンズ、ダイアン・アボットの3名で、全員が、労働党の候補が統制を果たした。自由主義政党の自由党と労働党から離党した。 議員たちが結成した社会民主党の両党による選挙連合、プラット・カムリーはウェールズ語の表記である。英語ではザ・パーティー・オブ・ウェールズで直訳すればウェールズの党となる。英総選挙発の黒人経員誕生朝日新聞1987年6月12日付。ありがとうございます。